はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。いやー、前回はなんか、ちょっとあんまり取り留めのない話もさせてもらってたんですけど、まあまあ、そんなのはいいか。いつものことだよね。今更気にするあれでもないかなと思いますね。 ということで、今回は、えっと、ちょっとまあ、離婚してしまって、独り身になったレオンちゃんが、一人寂しく、また、あの、別れた妻であるアシュリーを探しに行く旅に出るというところ、そっから始めていくというところですね。あ,あ、今度めっちゃ解説できるんじゃん。で、まあ、威力はね、あの、弾の節約にも繋がってくるんでね、ちょっと積極的に上げておきたいなというところですね。 はい、なんかさ最近さあの知り合いがさ沖縄に行ったっていう話をなんか2回連続2人連続で聞いてすげえ羨ましいなって思ったんですよねまあ3月に行ったっていう話と4月に行ったっていう話とそれぞれ聞いたんですけどいいよねこの時期くらいの沖縄はまだその暑くもなりきってないしか,かといってその寒くもないから海にもちょこちょこ行けるなんか3月20日くらいからなんか海って解禁されてるらしいですね沖縄ってすごいっすよね3月20日からもううう 開きであの海水浴ができるたまんねえなって思うんですよね。まあ僕あんまりその海に入るの,あの好きじゃないからあれなんだけどまあでも泳ぐこと自体が好きだからまあいいのか、うん、まあそんな感じですよねだからすげえいいよなーって思って一、うん、人は結婚式でね一人は普通に旅行でっていうので行ったことがああ行ったらしいんですけどね、うん、まあシンプルに羨ましいそして仮面の宝石が全然手に入れるよなってなくてもなんかダメだこりゃ <laughs> でえっとまあそんなこんなでね沖縄ね行きたいよね久々にね最後に行ったのがいつだったっけ2018年とかだったかななんか当時その友達と2人で3泊2泊3日かって行ってきたのが最後だったからうんあの時は友達がね初めて沖縄に行くっていう話だったんで僕その今の嫁さんと付き合ってた頃に沖縄に 行っったこともあってで修学旅行でも行ったからまあ計3回目だったんで、まあ、向こうがねその友達が行きたいっていう先をどんどん行ったんですけども結局美ら海水族館とかね首里城とかあとはあの白百合の塔だったっけあじゃ姫百合の塔だ姫百合の塔とかってもう,もうザ観光地みたいなところばっかり行ったんでまだ本島しか行ったことがないから宮古島とかね石垣島みたいなねやっぱザ,ザ観光地っていうところをねぜひ行ってみたいかなと思うんですけど他のね島にも行ってみたいなと思ったりはするんですが。 まあそんな話もね、あのー、プラ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 しつつ。そうなんです、そうなんです。なんなんだ中途半端なところなんだろうね。あそこからしか入り口がなかったとかってことなんですかね。で、さらってからめちゃくちゃ時間が経ったと思ってたんですけど、意外とそうでもなかったって感じかな。で、あそこから透析されるはずなんですけど、あれちょっと待って、狙えない。狙、狙いたいけど狙えない。あ、なんかいるね。あいつはじゃあとりあえず始末しておきましょう。あれ外した。 恥ずかしい。しまっ,って。OK。撃った撃った。もう一発。OK。それはいいとして、それはいいとして。あれこれ飛んでこないのか渡り始めたら飛んでくるとか、そんなオチ。それちょっとやらしいから嫌なんだけど、大丈夫かな来ないね。あれ珍しいな。あれここ来なかったっけ気のせいか。まあ、来ないなら来ないでいいけどさ。 楽なんで <laughs> じゃあもう何人か多分敵がいるはずなのでちらっといるね2いいね二人かなじゃあこいつら縛いておきましょうえじ沖縄ねだからまあ旅行に行って思うことなんですけど何だろうなあのー、シンプルに学生の時と今行くのとで 楽しみ方が違うよね学生の時ってさとにかくいろんなところで遊びたいみたいなのがあるからこうあの観光地めちゃくちゃこう時間で区切って遊びに遊び回るみたいなそんな感じのねことをしたりするんですけど大人になってくるとそこまでのその体力とか気力とかっていうのがないから。 あの食事とかねそのい一か所でどう楽しむかみたいな風にシフトしてくるんですよでやっぱりあの時間が使えないけどお金にはちょっと学生の時と比べたら余裕が出てくるからっていうので食めちゃくちゃ料理は豪華になるよね。 うん、一食あたりでだって食あの旅行先とかで行ってさ普段の飲み会とかで40005000円でキーとか言ってるけどなんか食事あのそういうのに行った時に食事代だけで例えば3日間であの1人3万円使いましたとか4万円使いましたとかそれ以上になりましたとかってなっても全然気にならないもんね。うん、っていう風に偉そうに言ってたけどこの間ディズニーに行ったって話した時にディズニーランドでそのあディズニーランドとディズニーシー、まあ、2百3日か、まあ、その。 その他周辺のあのもろもろも全部あのカード使ってやったんですよ。カード使ってあのやってたんですけど、その宿泊費と交通費と えーまあ、バケーションパッケージに関するやつか、だから、あのーまあ、トータルでうん十万っていうかお金がかかりました、でそれ以外、全部、ねしょ、当時の,のお土産代とか食事代とか、その他もろもろの,あの分に関しては、全部カうと切ったんですけど、帰ってきた額見て、あれ、2人でこんなもんみたいな額だったんですよね、2人でこんなもんかってなったんで、めちゃくちゃ贅沢をしたつもりで、しかもお金のことなんか全然気にしないで、あの食事もあれ,あれ食え、あれ飲めみたいな感じでやってたのに、あれ 請求はこんだけしかない本当に本当にこれ後からなんかあの実はぼったくりでしたとかそういうのないっていうくらいドキドキし,してたんですけどドキドキするくらいあの身構えたんですけど結局ねその額しかなかったんであれと思ってそっかじゃあ俺らの贅沢って本当に金のかからない夫婦なんだな <laughs> って思ったんですよね。普段そのの、ね、友達とその沖縄の旅行に行にった時なんかはもう なんだっけ石垣牛の寿司とかでめちゃくちゃお金ぶわーって使ったんですけど夫婦で言ったら、まあまあ、そのディズニーか沖縄かっていう差もあるのかもしれないけどえ本当にこれだけでいいのみたいな額だったんですよねだって2人で割ったらホテルの宿一泊の宿泊費の方がはるかにセレブレーションホテルの宿泊費の方がはるかに高かったっていうね額だったんでマジかクリそんな感じでしたね あなんかすげえ急に画像が荒いなこ春復活してるし。<laughs> あそうかここ地味にしんどいだな。ガラドール2体出てくるところが地味にしんどかったりするんだよな。なんか嫌な予感がする。まあ、死んだらまあご愛嬌ということで。とりあえずここ切り抜けられたら、あとそんなにしんどいパートなかったと思うんだよな。ガラドール2体の方がその、打たなきゃいけないところの縛りがあるからしんど,いしんどくて。 あのなんだっけえっと、この後に伸び下とじゃ、あ、エルヒガンって2体出てくるところ、場面があるんですけど、そこの方がまだ楽だよね。だってどこ撃っててもとりあえず一定のダメージを与えたらひるんでくれるからね。ということで、えっと、なんかウェイウェイウェイ,ウェイ言ってる奴らがいるんですけど、あ、いたね。じゃあ、えっと、打っていきましょう。えええあ,あ、お前もいた、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 え ?2 体いる違うよね。くるてるくるてる。 ああ、もう、これ、余計なダメージを。肩、肩パン、肩パン、肩パンしない。肩パンできない。めっちゃ刺さってる。先手必勝。先手必勝。ケ、OK、ーお腹に直接弾をごちそうしてやったぜ。倍次元。しか、ね、胃袋に直接ごちそうだったっけあの、ロシアより愛が溜めてる。ありましたよね。あの、鉛が食いたけ、そう言いな。胃に直接ごちそうしてやるぜ。みたいな、そんなセリフがありましたよね。 だからね、いや、沖縄の沖縄っていうキーワード聞いたら行きたいな,なんか個人的にはその沖縄よりも、あマグナムの玉を取っときたいなぁ。だからマグナムこんなところに出てくるんだ。なんかあるかなちゃが一発で調整完了。そう。沖縄よりの方が北海道よりも個人的にはすごい魅力を感じるんですよね。もちろん海鮮食べに行くぜってなったら沖縄行く方、あ、沖縄じゃない、北海道行く方がいいかなと思うんですけどね。 うかあの寒い地域がダメなの暖あったかい地域が好きなので、北陸なんかも絶対に冬は行きたくないよね、あんな積雪でめちゃくちゃになる地域に行ったら、本当とシンプルに死んじゃうんで、ここはもうあの、相手にせずに刺させていきましょうか。こっちの方がいいよね。めっちゃあのなんか上から降ってきたりしてるけど、ほい。あれしぶとあーみたいなじゃあ、めっちゃ。 寝ていただいている間に、とりあえずこのアイテムだけ回収して、中で、あ、オッケーえっ、ー、と、もういいか。行っちゃいましょうか。あ、ちょっと引っ掛けて、やばいやばいやばい。はい、さよなら。で、これを、いや、めっちゃ来てるわ。めっちゃ来てたわ。とりあえず、一体一体始末していきましょう。OK。ケー,オッケーラスト、ああオッ OK。 まだ出てこなないかな、うんね、皆さんのねあの好きな旅行先なんかっていうのもぜひね教えてもらえたらね僕もちょっとそこにもし行ったことがある経験があればあのねなんかそこのトークなんかできたり結構行ってると思いますようまあ、ありがたいことにその親父がキャンピングカーを持ってくれてたっていうおかげで、まあ、結構めぼしい観光地というかキャンプ先なんかっていうのは結構行ってたんで 出るんで、まあ、日本全国大会の場所には行ってるんじゃないかなーと思うんですけどね。うん。えあロケランぶちかまされた。やべ。ちょっと、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。こんなとこで死んだくない。こんなとこで死んだくない。回復回復って帰っ OK。えー、っと、ほんで、とりあえず近いやつから来て、えー、っと、ああ構えるのが遅い。 これからセミオートショットガンとかなかったらねあの構えるのは早いんですけどねちょっと待ってさすがにここを切り抜けていくにはあれだせっかくだからこいつらは全員ぶちのむしといて OKOK、OK OK、ねねっって何のねッ <laughs> OK ああ出たこれめんどくせえんだよなこいつら分離するからなほい おいでおいで、おいでおいで。ショットガンってああいう構え方でいいのかなああいう構え方をすると、あれだよね、なんか、あの、大胸筋とかめちゃくちゃなんかばかれそうな予感がするけど。えっ、ー、と、とりあえず、じゃあ、あの、分離する系女子をあに、意外と体力あるね。はい、終わり。ああ、ベリートゥーベリーをしようと思ったら、ああ。 じゃあ、えーと、うまいことここはなんとか、なんとか、本当になんとかだね、切り抜けることができたんで、じゃあ、えー、と中に侵入してまいりましょう。とりあえずね、なんかあの、ガラドールたちが反応しないポジションっていうのがあるらしいんですよ。こっから打つと、あの、めっちゃ爪か,ぎあの爪かき立って,て走ってくるんで、この辺りから見えるやつらをとりあえずしばいとけば、 多分来ないよね。来ないね。うん。無反応、無反応。オッケーオッケー。じゃあ、続いていきたいところだけど、これ来るかなさす、あ、そうだね。さすがに相方が、え、相方ってなるよね。じゃあ、えっ、ー、と、次、奴らを。これもでも、ここだって行きたら一体一体いって行けんのかなこら、あのね。そうなんだよねちょ。コルセット巻いてるやつがいるから、コルセット巻かれてしまうと、あれあ,あい、あいつはコルセットねえんだ。あ、しまった。 オケオケだった。オッケー、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 ケオ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 いねいオケオわ、めっちゃ来たわ、めっちゃ来たわ。あ、でもあそこで、あそこでやってくれてる。オッケー。あ、ちょっと待って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 。あぶオあ、あ、ケオ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 っオケ 来るんだ知らんかったえあんな後ろから来たっけそっか油断したわ完全にやっちまったなあでもラスト一発かあっちょっと待って聞いてないあしかも全然当たってないちょっと待ってこれはやばいこれはまずい予感がするとりあえず燃やしていやーどうだろうあーでもなこれ走ってくるかななんかすげえ嫌な予感がするんだよねああちょっと砕いてるし砕いてるしやべやべやややまだ生きてんのかよ ダメだったやっぱさすがに貫かれたら死ぬね人間ってそれはそうだわなそりゃそうだ貫かれて生きてる人間いないわしまったやっちまったないやまあなんかうんリベンジできるよ俺はでき,で,きできる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 大丈夫差し支えない もう一回行きましょうか。もう仕方ないよね。もうやっちまったも仕方ないからね。うーん。もうなんか別にダメージを食らうこととか、なんかお亡くなりになることにもうだんだん恐怖を覚えなくなってくる。なんか昔のそのバイオ、昔のっていうかそのラジコン操作時代のバイオってそういうのがやっぱやっちゃうとさ、そのセーブデータからのやり直しになるんで、すごいその、 ダメージを食らうこととか死ぬこととかに慎重になってたけどバイオ4の場合はセーブデータからじゃなくてその続きからできるからなんかねあのあんまりそのなんて言ったらいいんだろう敏感にならないよねあどうせこっからやり直せるしいっかみたいなそんな感じになっちゃうよねめっちゃ来てるわよいしょ ここで戦ってたら大して、あ、オッケー、あ、あ、早い。やっぱライフルで撃つのありなんだな。やばいやばいやばい。ここであれだね、あの戦ってたら、やつら来ないね。ってことは、なんか1体だけいるんすよ。なんか無駄に。めっちゃアイススケートしてるやん。じゃあ、ちょっともったいない気もするけど、ああやばいやいいていてて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 。そう、こう、この、これにはまるとしんどいんで、これにはまるとしんどいんで。 よし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 お,お上手お上手お上手じゃあどうしよっかなーこのまま行くと多分取れた右腕が襲ってくるシーンになるんですけど取れた右腕と戦うのは次回パートにしよっかなじゃあちょっとあの感動の夫婦再再婚をする手前まで行きまして一旦そこでね区切りたいと思いますんでえっ、ー、とちょっと待ってねアイテム回収等々してその直前までいって で、本パートはね、区切っておきたいかなと思います。沖縄行きてー、マジで沖縄行きてー、気づいて、ね、僕に気づいてー、ちょちょちょ待って、ノーモーションはずるい、ノーモーションずるいです。リアルに沖縄行きたいよねー。いいなぁ。えあ、結局いるのね、君たち。そういうオチだったのか。じゃあ、はい、オッケー 結局、行ったらいるんじゃん。なんだ倒したからもう出てこないもんだと思ってめっちゃ油断してたわ。まあ、油断してても全然問題ない距離にいたからあれだったんだけどね。焼夷弾。まあ、ちょっとお亡くなりになる前にね、あの、焼夷弾と、あ,あ、またか。どうしよっかな。焼夷弾とね、あの、なんだっけ、手榴弾を、ま、あの使い切っちゃってたんでね。 うーん。アイテムスペースが2つあるんだけど、アイテムスペースが2つあるけど、まあ、とりあえずじゃあ、どうのほうがいいのかね。弾回復してからのがいいか。OK。結局1発分、あれなんかい,い <laughs> そうか。ちょうどぴったしだったのか。はい。ということでね、えっ、ー、と、もうあそこの階段を上り終えたら、 感動の再婚が待ってますんで、えー、本場とね、この辺りで終了したいと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできると嬉しいです。チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してもらえるとさらに嬉しいです。ということで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。